力だけでここまで来たんで、ベルトを持ってる人と戦わないと、まあ、あんまりやってる意味がないというか、負けたらもう返上っていうのはずっと決めてたんで、守りに入ってたら軍事台頭っていうのじゃないんで、お互いの名前を出し合ってこうやってたりもしたんですけれども、まあ、今回の試合が決まったお気持ちをお願いします。まあもう軍事選手しかいないなと思ったんで、僕は、まあ、そういった意味であの名前とか出させてもらったんですけど、まあやっと決まったなっていう、まあ去年はチャンピオン出してくれって言ったんですけど出てきてくれなかったんで、まあやっと出てきてくれなって感じです。やっぱりベルトを持ってる人と戦わないと、まああんまりやってる意味がないというか、まあ正直最初のやりだしたのがシュートボクシングでやりだしたんですけど、その時から思ったんですけど、もうなんかチャンピオンじゃない人と対抗戦やるのってすごいなんか、まあ、エネルギーがいるのに対して、まあ、そこまでなんか勝って当たり前だしっていう感じだったんで、まあずっとチャンピオン出してくれ出してくれって言ってたんですけどって感じですね。はい。軍司選手とこうどんな試合展開とかなっていくとかって思いますか？まあ僕もそうですけど、多分お互いにそんなに多分直近の試合で倒してるとかが そんなにないと思うんで、まあそこの部分は僕もずっとチャンピオンになってから課題としてる部分だったんで、まあそこをしっかり今回作ってるんで今、まあそれがどういう反応が起きるか分かんないですけど、まあ試合展開的にはまあ、面白い試合になればいいかなと思うんですけど、もうでもそれやってみないと分かんないですよね。警戒してる分、まあ今までやってきた選手より体とかは強いのかなと思ってるんで、まあ、そこっすね。まあオフの時期とか、まあ今日とかもそうですけど、対面してみてやっぱ体でかいなと思ったんで、まあその部分ぐらいですかね。ちなみにこうやっぱ K1 のこう舞台に乗り込んでいくっていうのは、まあ なんていうか、こう例えばルールが違っても気にならないのか、それともやっぱり K1 の舞台でやりたいっていう思いが強いのか、どちら？まあそのルールの部分は正直関係なくて、あんまり僕キャッチも使わないし、まあ K1 ルールの方がどっちかというとやりやすいかなと思ってるぐらいだったんで、特にK1 ルールっていうのは問題なくて、でまあ僕がずっと K1 でやりたいって思った理由が、まあずっと僕が言い始めたんですけど、そのフェザー級統一っていうのは僕が言い始めて、でずっとこういう対抗戦を1年間ずっと繰り返してきて、まあそういった意味でなんか美味しいとこ取りさせたくないなっていうのがあったんで、まあ最後僕のわがままで K1 でやらせてくれって言って、まあ逃げ場がない状況をしっかり作って、まあそこで言い訳させないところでしっかり僕が勝つっていうのをやりたくて、今回ははいお願いしました。まあもし負けたらちょっとベルトはもしかしたら返上するかもしれないぐらいの覚悟で行かれるということで、改めてその当たりの気持ちを。まあそうですね、別にベルトにこだわってるわけじゃないんで僕は、まあ一番強くなればいいかなと思ってるんで、まあその負けてしまうとやっぱりベルトの価値が下がってしまうんで、まあそれはちょっとライズとの話にもなると思うんで分かんないですけど、まあ気持ち的にはまあ別に負けたらもうベルトは入れないかなぐらいの気持ちでやってますね。そのキャリアの最初の方でこう自分がこうライズを代表して、まあ、こういう対抗戦に出るみたいな姿って想像してました？まず対抗戦の姿とかまず想像してなかったし、まあ、どこまでいけるのかも分かんなかったんで、まあ、正直キックボクシングをもともとやってたとこも なかったし、企画がきっかけでキックボクシング始めてキックボクシングプロになったんで、でどんどん試合決まっていって、本当に目の前の相手を一歩一歩倒していってって感じなんで、ね、あんまりそうやってなんか作って自分を作ってなんか盛り上げようとかはあんまり思わなくて、なんかすごい自分に嘘はつきたくないんで、まあそういった面で多分アベマさんも注目度が薄かったと思うんですけど、まあ本当に実力だけでここまで来たんで、まあそろそろ注目してもいいんじゃないかなっていう気持ちです。もちろん今の試合に集中するというのはあると思うんですけども、これに勝ってこうどういう王者になりたいみたいなビジョンってありますか？どういう王者、まあそうですね、とりあえずまあ目の前の試合なんであんまりそこまでイメージはしてないですけど、まあここ勝てば本当に国内でもうやることはないと思ってるんで、 VS 世界に向けての
一戦だと思ってます、はい。もう対抗戦は多分これで最後だと思うんで、もうここ死に物狂いで取りに行くんで、今まで応援してくれてた人も、これから応援してくれる人もみんなで一緒に戦いましょう。改めてこうカードが決まったこの気持ちをお願いします。そうですね、ずっと僕が言ってたあのフェザー級統一って形で、対抗戦に一回も出てなくて、やっと念願の対抗戦で出れて、で相手もチャンピオンのモンズ選手で、すごい、楽しみにしてるんで、もちろん、フェザー級は、まだ勝ったことないんで、対抗戦で。なんで、僕の前に多分金田選手がいると思うんですけど、そこを勝ってもらって、僕は、対抗戦の多分最終の最後になると思うんで、対戦が。なんでそこでしっかり締められたらいいなって思ってます。対抗戦にこう出たいっていう気持ちとか、やっぱずっと思ってらっしゃるんですか？そうですね、ずっと統一したいって言ってて、本当の意味での、世界一狙ってて、そういった中でやっぱ K1 だけじゃなくて他団体にも強い選手もいっぱいいますし、そういったやつらを黙らしたいっていうのもあって、ずっと出たいっつってて、今回こういう形で組んでもらえたことはすごい感謝だなっていうのは思いますね。ザ・マッチの時にフェザー級だけ誰も組まれてなくて、そこに関してはすごい悔しい思いはしたなっていうのは思います。先ほどこう実際に門口選手と顔を合わせてみて、何か印象とかってありますか？印象別に話したこともありますし、別にそんな思うことはないですけど、やっぱ試合見てても何が強いって言ったら、別にすごい取り柄がある選手ではないと思うんですけど、やっぱり見ててやっぱり気持ちが強かったりして、やっぱりそこで対抗戦とかも全部勝ってるみたいなんで、いろいろ対策練って勝ちに行きたいなと思ってます。怖い攻撃とかは特にないですけど、殴り合う打ち合いの場面になると思うんで、体力も含めて、根性比べになるところもあると思うんで、そこをしっかり対策したいなっていうのは思ってます。ベルトをこうもし負けてしまったらもう返上する覚悟っていうお話も出たと思うんですけども、そのあたりの思いって改めて。そうですね、僕は言い出したダブルタイトルマッチやりたいって言ってて、実際別にやれないだろうなと思って言ってた部分もあって、それはやっぱルールの違いもありますし、で今回 K1 でやるってことだったんで、僕はタイトルかけるぐらいの気持ちがあったんで、こっちだけでもいいからかけたいっていう話はしてたんですけど、それも叶わなかったんで、だったら負けたらもう返上っていうのはずっと決めてたんで、なんでそういったところで発言したのもありますし、もちろん負ける気はないんで、もちろん返上する気もないんで、なんで勝ちに行こうかなと思ってます。もしかしたらずっと守ってきたベルトを失うかもしれないみたいな怖さはないですか？怖さはそのチャンピオン取ってからいろいろ負けるのもすごい怖かったですし、そういった中でやっぱ守りに入っちゃやっぱつまんない試合になっちゃうし、やっぱり守りに入ってたら軍事台頭っていうのじゃないんで、やっぱり攻めていかないといけないところはあると思うんで、やっぱリスクをしょうがないといけない部分なのかなって今回はすごい思ってるんで、こういう発言もしましたし、だからなんかこれにかける思いが、この試合にかける思いがすごいあるなっていうのは思います。この試合こうどういう決着が待ってると思いますか？みんな今の段階で言えば多分ファンとかも門口選手の方が有利なのかなっていうのは多分いろいろ見てて思うんですけど、それひっくり返すぐらいの判定決着になると思われてるんで、ちゃんと KO で最後の本当の最後だと思うんで、その対抗戦でのライズやって K1 やって K1 の大賞で最後なんで、しっかり締められたらいいなって思いますね。 KO でもうこの試合に集中するというのはあると思うんですけども、これに仮に勝った
時にこうどういうこう王者像になってたいかとかってありますか？まあずっとやるだろうなと思ってて、まあ、対策はいろいろ練ってて、まあ今回決まって、で前の試合からまあ半年ぐらい上げてるんで、まあすごい対策は練ってるんで、まあそこも大丈夫ですし、まあなんですかね、まあこれが最終決戦って言ってますけど、まだこれ今後他団体で強い選手が出てくるだろうし、そういったやつらとまた戦える場面が来るんじゃないかなって僕は思ってるんで、うん、まあそこをしっかり日本をまず統一して世界に行きたいなっていうのは思ってます。ただあの対抗戦でまあフェザー級は負けてて全敗してて、まあすごい悔しい部分もありますし、なんであの僕の中で K1 っていう団体が一番っていうのをあのこの試合で証明できたらいいなって思ってます。まあ今回対抗戦の対象戦っていうことで、で、モングス選手もやっぱり強い選手なんですけど、まあしっかりあのここで KO で勝って、あの K1 っていう団体が一番っていうのを証明していきたいと思います。応援よろしくお願いします。